どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ということで、沼地の町でございます。後ろなんかすごいね、ゴーレムはいるわ、村人は中で動き回ってるわ、で結構人が多くなってるんじゃないかなと思います。今日はですね、こちらの方、また整備作業ですね。今日はね、あの上の豪邸行くためのちょっと道作らなきゃいけないのと、そうしようとすると家をね、移動させないといけないんですよ。だからそちら辺の整備をね、まずちょっとやっておきたいなと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、それではですね、まずね、収録外で行った作業をご覧いただきたいと思います。水曜日、動画出せませんですいませんでした。認証サーバーがダウンしているというのがこの前からね、頻発しておりまして、何回か繰り返したら入れてたのが、前日の夜かな、収録しようとして入ろうとしてもそのメッセージが出てね、認証サーバーがダウンしてますというメッセージが出てね、入れなかったんですよ、何回やっても。だから収録できなかったんですね。収録できないとなると動画出すことできないんでね、編集もできないしね、ということでちょっとお休み、急遽お休みさせていただきました。まあ、その後ね、ライブ、水曜日や夜やりましたけれども、その時はもうちゃんと改善されてたみたいで、入れるようになってました。ということで、こちら新たな家が建っております。これは何でしょうということですね。じゃあ中入ってみましょう。はい、羊さんがいますね。ですね、こちら沼地の町で作業することが多くなってきたんで、それじゃあね、ちょっと自動で取れる、自動化した装置置いといた方がいいだろうということで、羊毛ね、全色ね、取れるようにちょっとしてみました。まだそんな溜まってませんけれども、でこっち側、反対側にもあった家ねにもこのようにつながって、地下でつながってこうやって取れるようにしております。でこちら側ね、はい、一応メンテナンスとしてこっちから入れるようになって、ハサミね、補給できるようになってます。はい、こっちが入った時の家で、こっち出てきた時の家ね、でそれぞれが地下でつながっているというふうな感じになっております。それじゃあね、早速今日の本題ちょっとやっていきたいと思います。ここですよね。当初は別に全然予定してなかったんで、今こういう配置になってますけれども、こっちの上にね、豪邸作ったんで、で道つなぎようと思ったら家と畑が邪魔になるんですね。なので家をちょっとこっちにずらしまして、畑ちょっと撤去して別の場所に、作ろうかと思います。じゃあ早速ね、やっていきましょうか。ちょっと印となる角取っておいて、何個だ、ここ真ん中ってここでだよね、1,2,3,4,5,6,7,8,9に置く。真ん中ここだから1,2,3,4,5,6,7,8,9に置く。ここですね。ここが真ん中となります。で、こっち側もちょっと移動させるんで、この建物の幅が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 のところにセットですね。だからここから1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、ここですね。こっちにまでちょっと移動させなきゃいけないということで取っていきます。そのまま移動させていきますね。あ、ここじゃないな、ここが角じゃないから、こうだから、ここかな？ね。はい、という感じです。だからこれもちょっと取っちゃいましょう。照明ここに隠してるんでね。だから一緒に移動させましょう。いやー、めっちゃ寒なりましたね。布団ももう
冬仕様へと変わってきております。でゆっくり、ちょっと今までね暑かったというのもあったんで、あまりそんな寝られなかったんですけども、寒い時期に暖かくして寝るとね結構いいよね。すんごい熟睡できましたやっぱね暑い時期より私ね、あの冬、秋とか冬の寒い時期の方が好きです。キャンプもやりやすいですしね。これからもっと寒くなっていくんでしょうね。ということでこれちょっと取ってってカビを先に移動させます。であとねこっちもう一件同じようにシンメトリーでねちょっと作ります。そしたらバランスよく見えるんでね。だからここはこうで、先にチェックしとけばよかったね。ということでこの調子でちょっとねサクッとねもうやっていきます。ここも取っとくか。まあ前もこれやってる作業なんでね、もう今見てもあまりあれなんで、じゃあねもう完成した姿をねご覧いただきましょうか。え、こうでしょ。でもう一個なんかな。ということでね、ちょっと完成した姿をご覧いただきたいと思います。で、完成したというか、移動した姿だね。ご覧いただきたいと思います。はい、こういう感じか。はい、OK ですね。できました。でね、2件。1件は移動させてもう1件新たに作りました。こんなもんでしょうね。はい、でこれでこっち側の通路から上の豪邸を、あもう夜か日が降りてます。日が落ちていっておりますね。で行けると、あとこれちょっと撤去しないといけないんですけども、で一応ここね牛さんもこっちに移動していただきまして、で同じようにねこのように作っております。あとはここに何入れるかだよね。あと動物って鳥は入れてもねというのがあるから、鳥入れとく。ちょっとまた卵取ってこないといけないね、落ちてるやつね。じゃああとちょっと小麦畑撤去します。どこに移すのがいいかだよね。土に戻します。一旦取っちゃって、これで土に戻ります。OK ですね。じゃああとはこれをまずは向こうまでですね、材料持ってこないといけないね、丸石とかね。シルクタッチはついてるし、とりあえずここまでね。だからこうして今度こっちにこう曲がると、材料持ってこないといけ、あそうだ、向こう側もついでにもやっちゃいましょうか。道ね、ここと位置合わせてるから、だから1ブロックだけ空いてるだけなんですね。あ水出てくるかな。下水源があるんですよね、ここね。まあ、とりあえず1ブロック、ほら、こういう感じになってるんですよ。だから、5ブロック幅ですよね。この幅で向こうへつなげるという感じですね。こっちも向こうへズバンと行く感じなんですけど、こっちも道を持ってこないといけないんですよね。だから一旦ここの列が植林で、でこっちが道になるのかな。ということでこっちはちょっとまた後日になります、時間の関係でね。だからここら辺ぐらいまで持ってきておこうか。こうここかな、こっちこういく感じでね。じゃあ早速ね溝つけていきます。
で、こうだね。で、あとこっちで。え、あれ？幅足りねえんじゃねえこれ。幅ないっすね。あれ？どっか間違えてる。あ、ここの溝の分まだ取ってないやん。あ、これ持てる。間違えちゃいましたね。ここが、で、溝でいいんだよね。溝のところにブロック置いてるからこうか。にしとこうか。バランス保つためにね。で、1、2、3、4、5。はい。で、あとちょっと適当に。で、苔むしを入れていくと。ああ、ここ流れてるやん。ちょっと行こうか。どこまで行くのこれ。暗いね。湧き潰しだけしときましょう。で、行き止まり、ここまでですね。はい。え、こっちつながってんの。あ、ここまでですね。え、こっちあるやん。あ、終わりか。あ、銅取っときたい。銅取りたい。ですかね。はい。で、一応これで道の方はつながりましたということでございますね。ここ空きスペースまた考えないとね。ちょっと卵取ってこよう。ついでだからね。ここにね、卵がいっぱいあるんで、だけど。持ちすぎだよね。2スタックばかし、ちょっと持っていきます。はい、ということで、鳥さんを。あ、ごめんごめんごめん。あ、オッケーオッケーオッケー。とりあえず2匹生まれてくれたら。そんなたくさんいらないんだよね。5匹ぐらいいてくれたらそれでいいんじゃないかな。はい、4匹でした。はい、ということで、こういう町並み形成いたしました。一応ね、こちら家ね、ここにあった家をこっちに移しまして、で、もう一軒同じように建てまして、で、バランス取りました。で、こっからね、上の豪邸とつながる道を、設置いたしまして、で、こっち側もね、道の方整備いたしました。で、ここに羊毛の自動収穫機、作ってみました。という感じでございますね。じゃあ、あと、まあ、こっちはちょっとまだ後回しになるんですけれども、今度はこっちにまた家建てましょうか。合わせる感じでね、雰囲気をね、徐々に発展してきておりますね。はい、ということで今回は、沼地の町の作業を、行ってみました。一応これで道の方をね、整備いたしまして、建物の移動とね、やってまいりました。もうちょっと家数軒建てていけばそれなりの雰囲気出てくるかな。もうちょっと足りないよね。うん、という感じの場所になりました。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。